八幡神社は、岐阜県土岐市無岐町にある神社。土岐市に、ゆかりのある神社である。社門は、土岐市の家門と同じ、土岐義鏡である。霊祭では、やぶサメ神事が行われ、土岐市の無形民族文化財に指定されている。元王元年、土岐頼貞が、氏神として創建する。南北朝時代、土岐頼貞の旧男の土岐頼重が、無岐城を築くと、 無機城の死後神とされる。時頼重が築城の説もある。南北朝時代、江戸時代初期まで、無機城城主の妻士の氏神として保護される。八幡神社は、妻士により、文安元年と、慶長十年に再建されている。妻士は、江戸時代も、旗本としてこの地を治めていたが、万事元年に、妻騎頼次が休止すると、死子がいないため断絶となり、 無機城も、廃城となる。八幡神社は、地元住民の神社として存続する。元六二年に社殿が再建される。これが、現在の社殿である。明治六年に、豪社、昭和十七年に、県社に指定される。毎年十月第二日曜日の例祭に行われる、やぶさめである。玄那九年、無機城主、無機や屋来がブーンを祈り馬を一頭奉納したことが、 始まりという。もともとは10月15日に固定されていたが、平日の場合は運営が困難、観客の減少などの理由から10月の第2日曜日に変更になった。その結果10月15日には行われなくなった。馬の乗り手は小学校4年から小学校6年の高学年くらいの小学生6名が行う。当日は人が再放り姿で3回。 古代衣装で3回の計6回行われ、参道の坂道を走る。以前は地区ごとで乗り手を集めていたため、希望者が足りない場合に、中学生が乗ったこともある。1回のやぶさめを終えて、元の位置に戻る途中で、馬の乗り手から、扇子や鞭が、参拝者へ向けて投げられる。この扇子や鞭は、縁起物として持ち帰られる。ありがとうございます。